皆さんこんにちは。幸運を引き寄せ、あなたを高める桜井美穂です。今日はヨーロッパの大富豪メディチ家プリンセス公認超心理学士桜井美穂のメディチの館へようこそ。今回は第3弾、手島優さんをお招きして、視聴者の皆さんに開運、幸せになれる秘訣を伝授していただこうと思っております。それでは手島優さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。優さんの運気上げの方法を教えていただければと思いますが、はいはい、普段はなんかどんなことを意識されたりしてるんですか？そうですね、アラジオ、アラジオ入れたお風呂に入って身を清めたりとか、あのトイレのお掃除とか、あの、まあ、定期的に断捨離とか、そういうのを楽しい気持ちでやってます。すごい。でもこれは先生の動画を見て、あの、はい、楽しい気持ちでやってくださいねっておっしゃってたじゃないですか、はい、特にお手洗いとかのお掃除は、はい、なんでそこから気持ちを切り替えて、はい、楽しい気持ちで、あの便座とかも、ありがとうって言って話しかけながらっていうのを結構心がけて、 そしたらでも確かに本当になんか明るく、なんか楽しくなってきました。あの妖怪ついてるよって話したけど、はい、もしそれがね、なんか畜生とか昆虫生とかやってると、はい、こう妖怪たちが集まっちゃう感じです。あ、そう、それは誰でもですか？そう。でもありがとうとかやってると、その人たちはいられなくて波動が違うので、でありがとうっていう天使とかが来るんです。なんか天使に守られるようになって運気が上がるんですね。で、断捨離もなんでやるかっていうと、不要なもの、不必要なもの、使うものって手で触ったりするとこう、まあ、愛するに等しいというか、だから使ってるものは目にかけてる、目で見てるから、こう、めでてるんですね。めでてるって愛してるっていうことだから、あの愛のエネルギーって溢れるんですよ。でも目にも入らない、しまい込んでるものとかは、愛が届かないじゃないですか、そうするとそこから負のエネルギーが出てくるんですよ。なので不要なものは捨てといた方がいいんです。目に見えるぐらいにしといた方がいい。そうです。しまい込んでて使わないものとかは捨てた方がいい。その出してくるってことですよね。そのいらない、多いみたいな。そう、例えば自分がこうなりたいって夢を描いてるのに、負のオーラが出るってことは、なんか慣れるエネルギーを奪っていくというか、慣れなくなっちゃうから、そう、なんかそういらないものを置いておくと、そうなんかね、今気持ちの乱れじゃないですけど、なんかそういうのも引っ張られるとか聞いたことがあったんで、そういう本当にあるんですね。そうなんですよ。分かりやすいのが、例えばこう椅子の数とか、人数、じゃあ今日は5人集まりますっていう時に、なんか8人分とか用意しとくとするじゃないですか、そうするといらないですよね、その3つの椅子は、なのに置いとくと、見えない人たちが座ってたりする。怖い。分かりやすいですよね、その説明って。それと一緒で、あの不要なものを置いとくとそういうところに入り込むので、捨てた方がいいっていう。あのお風呂のアラジオ、意味あるっていうか、除霊できますよ。できるんですか？お酒、おチョコ1杯とアラジオ3つまみを入れるといいですよ。3つまみでいいんですか？なんか お米の1カップぐらい入れろって聞いてもう塩塩のお風呂で、でもなんかゆうさんはいろんな人の気をもらってるから、それぐらい必要なのかもしれない入れすぎじゃないのって。なんか私一袋あの1キロぐらいの買うんですけど、本当3日ぐらいで終わるんですよ。でもすごい汗すごく出ます。めちゃめちゃ、じゃあやっぱりいいと思います。そう、あ、美容にもいいんですか？美容にもいいですよ。健康にもきっと、ね、ストレス出すのも、汗は必要なので。あ、じゃあいいんですか？水もちゃんと飲んでください。そうですね、お金かかってしょうがないですけど、でもなんかまあ変なものもらうんだったら、その分運気を上げていっぱい稼げばいいから、結構ネイルとかその手元とか結構綺麗にしたり、あとおでこを出すとなんか開運って聞いたんで、最近出すようにしたりもしてます。でもあの運気は上から降りてくるんで、おでこを出さないと、あの扉閉めてるのと一緒ってよく言いますよね。
手先とかも関係あるんですか。そう、手先、指先までこうキラキラ、うん、綺麗に艶を出すっていうのは、はいはい、神様ってキラキラしてるのしか見えないんですよ。え？あの GPS みたいなもんだと思ってください、人間が、はいはい、GPS としてこうチカチカチカって光ってないと私たちも見えないじゃないですか、はい、点滅してくれてない、うんうん、そういう風にキラキラしてる人だけが見えるんですよ、こういうツヤ、ツヤ出したり輝いておくと神様に見守られる、綺麗に、そう、綺麗にしとくっていうのはいいことなんですよ、運気が上がるんですよ、綺麗なのと潤いとかやっぱそういうのも、そうです、潤い、ツヤとか、そうなんだ、あるもの、はい、もう汚くしてたり不潔って臭いとか、いやこうボサボサとかはやっぱ貧乏神がついてしまいますから、その見た目に合ったものが寄ってきちゃうことですか。そうですそうですそうです、本当にあるんですね。そう、シンプルなんですよ、エネルギーの法則って。じゃあ幸せになりたい人はとにかく本当に綺麗に、綺麗にですって。他にはなんか幸せを意識したり、なんか落ち込んだ時とかはどういう風になんか立ち直ろうとしたりしてますか。とにかく親に愚痴る、うん、あ、いいですね。今実家にあの栃木県なんですけど、私、うん、親に電話して、うん、今日こんなことがあったよみたいなのをひたすら愚痴ったんですよ、うん、どれぐらいの頻度で電話するんですか。2日に1回ぐらい。すごいはけ口ですね。そうなんですよ、なんかでお母さんもずっと聞いてくれるんですか。そうなんですよ、いいですね。結構、うんうん、あんまり人を信用しないところがあって、うん、親族は信用できるから、うん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 、ずっとそこでひたすら愚痴る。そうするとすっきりして、うん、励ましてもらって、うん、また立ち直れるっていう。なるほど、大事ですよね。愚痴って褒めてもらったりすれば、うん、もうよしみたいな、なるんで、うんうん、でも本当になんか愚痴れない人たちも多分いると思うんですけど、うんうん、愚痴れないで抱えたまんまになっちゃうと病気になっちゃうんですよ。え？そうそう、だから吐き出せるっていうことはすごくいい環境にありますね。溜め込んでるとダメなんですよね、病気な、あ、その人の弱いところに全部出ちゃいますね。あ、そうなんです、うん、心身ともに。そう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 、なんかみんな私の周りあんまり愚痴ったりしないらしいんですよ、うんうんうん、あ、なんかね、ノートに書き出しても大丈夫です。吐き出せれば大丈夫です、自分の思いを吐き出せれば外に。なんか手帳とかにも、うん、とか書いたりする、書いても大丈夫です、うん、私が教えてるのは、うん、左側のページにこうネガティブな感情を書くんですね、はい、で右側はポジティブな感情、理想のこうなったらいいなっていうのを書くんですよ。で相殺されるので、うん、なかったことに。え？簡単簡単簡単か言う簡単か言う。でもさっき最後は褒めてもらうって言ってたから、ちゃんとノートじゃなくて現実世界でちゃんとやってられるってことですね。なんか座右の銘とかこう心がけてる言葉とかあるんですか。座右の銘は転び矢起き。まさにまさに転んで起きるみたいな、うん、本当にもう7転びぐらいじゃもう足りないぐらい転びまくってて、うんうん、でもなんだかんだ私立て直してるから、うんうんうん、まあそうかなって思って座右の銘にしてます、うんうん、自分が今までで一番辛かった、うん、あのことでよく私これ立ち直れたなっていうのって、うん、どんなことがあったんですか。人の裏切りが結構あって、なんか聞いてないよっていうこととかを堂々と普通にやれんだろうみたいなテンションで来た時とかに、なんか嫌な世界だなって思ったりとか疲れちゃうなっていう。だけどやっぱりその人のその影響でやめちゃったらなんか悔しいと思って負けてたまるかっていうとでもう一回起き上がるみたいなのを繰り返し。すごい、ちゃんとこのここの中では嫌だけど、うん、一歩外で見ると、うん、ここでやめんのはちょっとって思い直してっていうのを心がけてはいますね、うんうんうん、みんな妖怪いっぱい。そうなんですよ、私の場合プライベートもお仕事も結構本当に妖怪いっぱいいてなんかすごいなっていう、なんか
みんなすごい自分中心に回ってるなみたいな、うんうんうん、本当になんか、うん、そうはならないようにしようとか思ったりとかしてますね、うんうんうん、そういう人が悩んでたりとかするとなんか寄り添いたくなっちゃって、うん、全力でなんか尽くして話聞いたりだとか、うん、なんかいろいろやっちゃって、うん、それこそ波動みたいな、うんうんうん、なんかすごい私高かったのに、うん、なんかもう5分後ぐらいにすんごいこうガーンってなっちゃうみたいな一つのこうネガティブな感情1に対して、はい、ポジティブ4個必要なんですよ。1個なんかネガティブなことがあったら4個褒めてもらわないとバランスって取れないんですよ、うん、だから1人に落ち込んでる人には4人で励まさないとあの対等になれないから1人で背負ったら負けちゃうんですよ。もらっちゃうんで。もらってる。そうだからなんか大勢でやってあげないとちょっと自分だけが受けちゃうから気をつけた方がいいです。それみんなですか？みんなです。もうよっぽどこう4倍のパワーのあるポジティブな人だったらいいんですけどあ、そうなんですね。だから落ち込んだりとかした時も、うん、なんか1個ぐらいのポジティブになることやっても気は戻んないんですよ、うん、落ちたのが引きずっちゃうから4つぐらいなんか自分がポジティブに例えば人によって音楽を聴くとか、うん、好きな映画を見るとか、はい、好きな芸能人見るとかあるじゃないですか、うん、気が上がるものって、はい、それを4個ぐらいやるとやっと治ってるんですよ。あーそうなんだ。でもなんかそれを教えていただけたら、うん、そうかまだちょっと落ち込んでるからあ1個ちょっと足んなかったなとか、うんうんうん、あらかじめ4つを用意して行けばそう落ち込んだ人のところにも行きやすいかも。そうですそうです。じゃあ、最後に何かこう、はい、今後の、うんまあ、先ほど夢とかも教えてもらったけど、はい、どんな人生プランとか考えてるんですか？やっぱ仕事も、まあ、プライベートも、うん、人様に憧れられるような、うん、人になってでまあ、結構普段から緊張とか不安とか結構抱きやすいので、うんうんうん、そういうなんか緊張不安から解き放たれるような、うん、なんか楽しい人生にしたいですね。いいですね。今日もすごい楽しかったし私もなんかねすごいこう人柄がいいから一緒におしゃべりして楽しい時間を過ごせそうな方ですよね、うん、それこそ居酒屋で飲みたいみたいに思います、うん、飲みましょうよ。ちょっとあの妖怪はついてきちゃうかもしれないですけ ど、まあ大丈夫ですよ。ハッピー出ればそういうのがいなくなるっていうのも、うん、あの妖怪も悪いものばっかりじゃないんですよ、うん、いい妖怪もいっぱいいるんで、うん、応援してくれる妖怪もいますから明日欲しい。大丈夫です。ちょうどいいタイミングで鐘が鳴りましたね。やだいかがでしたか今日は。本当に幸せをいただくってこういうことなんだなっていうのと、嬉しい。あの簡単なすごい開運術を教えていただけたので、うんうん、自分で知ったかのようにあの我が物顔で言っていきたいと思います。パクります。もう本当今日はでもゆうさんの開運術をみんなが学んだので、あ本当ですか、うん、すごい。ああそんな風に頑張ってんだなっていうのがね伝わったと思います。最後に一ついいですか、はい、なんかすごくお綺麗になったって、ね、えみんなこうゆうさんのことすごく綺麗になったって噂ですが、何かその秘訣はなんかあったんですか？恋愛じゃないですか。恋愛ですか。完全に男ですね。ねえ、じゃあやっぱりパワーをもらえるのも人からっていうことでね。愛です愛です。素晴らしい。みんなもね愛をもらって、はい、で持っていきましょう。はい、はい、今日も最後まで本当にありがとうございました。それからもますますの幸運を引き寄せられますように愛と感謝と祝福を込めて桜井美穂でした。手島優でした。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。